皆さんこんにちは。ご覧のフロンターレチャンネルで2019年2月よりスタートしたこの企画、真面目に川崎フロンターレの未来を考える、略してマジフロ。 J1 連覇を果たした川崎フロンターレがここを終着点とせず通過点とするために、どのようなことを考え実行していけばよいのか、真面目に討論する企画です。では今回の討論テーマを発表します。こちらです。食事。それでは今回のコメンテーターをご紹介します。2019年4月2日クラブハウス内にこちら食堂が完成いたしました。ということで、エイムサービス株式会社管理栄養士の小室咲さんにお越しいただきました。小室さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵なキッチンですね。ありがとうございます。食堂と始めるにあたってどういうことを気をつけられましたか？まずは選手がどういうことをもう要望があるかっていうのを事前にアンケートさせていただいて、どんな声が多かったですか？まずはやっぱ一番は美味しくて温かいものを食べたいっていう声がすごい多かったので、はい、作り置きではなくて、まあ、できるだけすぐ提供できる、はい、っていうものを出しして、まあ、温かいもの提供を心がけています。メニューとかはクラブ側とか選手側から要望があったりとか、やっぱり管理栄養士さんの方からご提案するとかいろいろあると思うんですけど、どういう形で進めていらっしゃるんですか？まあ、選手が好きそうであろうメニューを組み立てて、好きなメニューだったら頻度を増やすとか、あとはもう聞いて選手の方にどんなものを食べたいですかっていうのを聞いて、何か上がってきたものはすぐ入れるようにはしています。もうすでに評判のメニューとかあるんですか？今いいですねっていう、結構人気なのは選手脂質とか油物を控えている選手が多いので、ノンフライの唐揚げだったりとんかつだったり、ちょっとそういうものを用意してお出しするとすごい喜んでいただけました。唐揚げは食べたいけれども油はちょっと控えなきゃいけないとか、揚げないものを作ってお出ししています。ここができてからは、午前中の練習がある場合は選手は必ず食堂でランチを取ってくださいと、はい、これルールなんですね。ルールになっているそうです。チームの意図として、まあ、選手がここで全員食べてもらって、はい、そのコミュニケーションを図る場であったり、まあ、リラックスするっていう目的もあると思いますし、まあ、栄養士の立場からですと、トレーニングしてからすぐ食べれる環境っていうのは疲労回復につながるので、はい、まあ、来ていただくことを義務化している。なるほど。サッカー選手だから気をつけているとか、そういうメニューとか考えっていうのはあるんですか？まあ、試合とかのスケジュールが結構タイトなので、まあ、その疲労回復を早めるっていう目的の一つとして、まあ、糖質をなるべく取ってもらえるように、味付けご飯とかそういうご飯を食べられるようなメニュー作りにはしています。あ、糖質、ご飯をなるべく取った方が疲労回復にはいいんですか？主食とご飯とその主菜、あと副菜と汁物と果物と乳製品で一つのプレート、定食型として皆様にはお出ししていて、あとはまあサラダのベースはあるんですけど、そこにトッピングできるように、まあ、2種類ほどあそこで用意していて、でご自身で取っていただいてと、はい、であとご飯の量で調節してもらう形になってます。で何品目になるんですか？主食、主菜、副菜、汁、果物、8で、食事の取り方に関して何かこうアドバイスされたりとか？ご飯の量がちょっと少ない選手とかにはもうちょっと食べた方がいいっていうのは今アドバイスをしているところです。あ、ご飯は自分でこうお膳に入れたりするんですか？はい、選手が自分たちで測って。それを後ろから見てるんですか？ちょっと覗いてもうちょっと食べた方がいいんじゃないでしょうかっていうアドバイスを日々されるんですか？はい、今してる最中です。お昼でいっぱい動いた分を、まあ、エネルギーとしてこう補給しなくちゃいけないので、はい、お昼動いた分の食事エネルギーは取った方がいい。それをお昼にはなるべく取った方がいいと、はい、で逆に選手から小室さんになんかリクエストとかは
自炊している選手とかもいるみたいで、はい、その方からあの野菜の保存方法とかどうしたらいいですかっていう質問があったりしたので、ええ、ブロッコリーの保存の方法とか、はい、そういうのを資料をまとめてお渡しして、ええ、なんか自炊に目覚めている独身選手がいるっていう感じですか、はい、なので時短で作れるレシピとかも私はして、まあ、作ってくれたりしたみたいで、いいですね。だからついついね夜外食で済まそうじゃなくて、うん、自分で作って栄養面考えたりとかは、はい、少しなんか意識が高くなってるみたいで嬉しいですね、うん、はい、これからここ、まあ、続けていきたいところとさらにこうよりよく改善していきたいところとか、うん、そういう部分がありましたら教えてください。まだ2ヶ月しかしてないので、まあ、あれなんですけど、まあ、マンネリ化しないようにこう新しいメニューをどんどん、まあ、選手の食べたいメニューを作りっていうのを、まあ、していきたいと思いますし、まあ、これからですと夏バテとかそういったところで食欲が落ちてしまうのかなっていうふうに思っているので、そこを、まあ、食欲が落ちないような、まあ、メニューですとか環境を作っていけたらいいなっていうのは思っています。もう伺うとフロンターレの成績は小室さんにかかってるんじゃないかっていう。だって疲れた体をいかにここで回復させられるかって結構重要なお仕事ですけど、はい、毎日ドキドキしてます。選手の体調が崩れないかどうか、はい、ドキドキしながら練習見たり、はい、試合見たりしてます。スポーツ選手も昼ランチっていうのは結構重要なんですか、ね、よりあのトレーニング効果が期待できる朝昼晩やってくれっていうぐらいの